はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。アクトレイザールネッサンスでは次なる地アイトスですね、こちらを制圧していきたいと思います。ここはなんか結構森が多めなのかな。ちょっとここに火山っぽい山も見えるけど、まあ、まずは制圧していきましょう。準備は OK。 まあ、森林っていうよりは火山っぽいな。アイトサクトワン、あれこれ壊せんだ、まあ、ガンガン進んでいこう。なんか巻物とか全然取ってないけど、そういう探索はまた別で裏方でやっていきましょう。ん、なんか骸骨っぽい、これなんだ。なんでもないか。リンゴ、このゴブリンみたいなやつも動きが単調だ。バックステップが速い。バックステップ走何秒なんだっけ。なんかもう全然覚えてないけど、アイシールド21思い出す。あ、これ一応敵なんだ。魔法攻撃20。マップが広いよね、めちゃくちゃ。ちょっと待って待って待って、これってさ、もしかしてずっと永続的にやっていかなきゃダメ。この鳥、ああ待って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 、危ない。窓ハンド、やたらリンゴがあるけどあんま減ってないんだよね。弾幕が激しいわけじゃないから。これすげえ、ちょっと待って待って、窓ハンド痛い。油断したらやられた。この骸骨、化石復活してきそう。石投げてきてんだ。こっからが本番か。いて、こいつまだ生きてたか。やるじゃないか。攻撃力、痛い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 。今のってさ、多段ヒットした、もしかして。え、この窓ハンドなんだ、これどっちだ。左にも行きたいし、ただ右に進んでいくのが順路っぽいからね。ほら、あそこを左行ったらどうなるのかも気になるけど。なんだカラステングみたいなやつがいる。普通の敵っていっぱいいんじゃねえかよ。ここからが本番か。てか無視し、むけ、無視できない、無視したまえって思ったけど。カラステング、こいつは魔法使ってもいいのかな。いや使うまでもない。ああ、なんだ、開いたのか。やつら中ボスか。ただの敵ではなかった。これで中間ポイント。マジックパワー140ってさ、多分少ないよね今の段階だと。全然巻物取ってないから。でも魔法も、ま、強いからマジックパワーは多いに越したことはないんだけどね。でなんで今ヘビか。ちょっと足場が悪くなってきたな。しかし、あ、この黄金の、全然黄金の目、天使像はスクロールくれんのかと思ったらそんなことなかった。これ下行ける？死んだ。死んだっていうか、あれこっちなんかあった？なんもねえし。やばい、いたずらに体力だけ減っている。上行くか。ちょっと無駄に落っこっちゃったから、あれリンゴが欲しい。よーし、死亡時復活。あ、ヘビがいるね。今は大いに死ぬ確率があるからな。これ下まで降りたらめちゃくちゃくね、落ちたら。半分くらいか、ヒットポイントが。100回復しきれん。そしてボス、ただ突き進んでいくだけだったらそんなに時間かかんない。竜、
待って、もう動けんのか。あ、動けなかった。今のは自動でかわした。そうだよね、紹介があるもんね。総流、え、これは首が弱点か。おお、図体がでかいわけじゃないからファイヤーとかどうなんだろうな。いや、強い、攻撃が強いっていうか、やばいやばいやばい、押し負けた。結構押し負けることが多いな。あ、これ復活ってさ、そこまで復活するのか。あ、痛い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 、ちょっとあともう少しだから慎重に行こう。全然慎重でもなんでもない。倒した、あぶねえ。これは魔法力と攻撃力貯めてなかったら完全にアウトだったな。アイトス制圧完了。制圧っていうか解放っていうかここら辺ブレるよね毎回。ようやく人の進める土地になった。お、左の水が綺麗だ。なんかちょっとなんだ、民族衣装っぽいな。アイトス、見ての通り高い山々に囲まれた荒れ地の多い高原、大きな岩、開拓を進めることができない。大岩を砕く神の力、結構マジックパー使いそうだな。荒れ放題、家を建てるのに邪魔な岩は奇跡の力でなんとかしよう。いや、ここの水がすごい。ここ火山、なんかあんまりマップ自体は広くないな。てか狭い、狭い方がまあやりやすいか、狭く感じるだけ。なんかよくわかんない、魔物がはびこっているけど仕方しよう。今人がいるわけじゃないからね、2人しかいないから。これ落雷でいいんじゃない、もう一気に。いや2だな、これ敵にも当たるんだ。やってみよう。死んだ。2くらいが、いや3でいくか。一気に魔物がいっぱいいるってことはマジックパーも回復しやすいからね。大岩は砕かれ、我らの前に真っさらな地平が広がっている。アイタスの開拓は大いに進む。霊峰の頂き、お、なんだ、変なやつが出てきた。いきなり出てきた。神聖なる場所、どうか退出を。剣を持っている。立ち去るのは主らの方、我を誰と心得る。ミグラナ、一族の王者、主らの土地ではない、立ち去るがよい。この地は神より授かった無人の地、成敗してくれる。ちょっと強硬だな。ちょっと行ってきますってこいつ軽いよね。この地に人々が栄えたのは数百年ほど年前、あれ数百年ほど前。お前が何者であろうと、神の愛しき子である彼らを追い出す権利はない。誇り高き我が民の地。でこれちょっとさ、少し薄いよね、音量みたいなものか。変だそうな人間でしたね。生身の人間じゃない、そうだよね、幽霊。族長、まあちょっと町づくりをしていきますか。あの族長を復活させることがとりあえずの目標かな。この世に降臨させる。あ、ドラゴンの色は、ドラゴンっていうか魔物の色は変わってる。でも3しか来んない。さてではちょっと、ま、下の方から開拓していきますか。その間に上の森を焼き払う。クマンだ、雷。マジックパワーはまあ少ないとはいえ、あ、
こっちのマジックパワーはあれか、レベルだけか、スクロールは多分関係ないな。ってかすげえ、本当に魔物をワンスかはびこってんだ。アイトスには心身を鍛え上げる目的、山登り。近場の山をすっかり制覇してしまった。より良い修行場を求めている。高き霊峰の頂き。北西の山々、火山の向こう側、2つの湖に挟まれている。橋の技術がないと無理じゃね。どこそれ。とりあえずちょっと発展だな今は。見知らぬ民、立ち退く度胸は整ったか。話を聞かない幽霊。あなたはこの間の足の透けた亡霊のように見えるか。足は透けていない。死者になった覚えはない。神に報告をしに来た。魔物の巣の調査へ向かうことにした。旅に同行してやろう。剣がかっこいいよね。まずは一個封じよう。どこだ、どっちだかわからん。あ、これか。ピコピコしてる方か。これも早速行こう。待って、こいつを倒してからにしよう。あれ、どっか飛んでったと思った。いた。げっ、なんだ、超変なドクロがいる。杖、しかも、5。資材。忙しい。突入しよう。アイトス魔物の巣。ちょっと攻撃力は上げたい。痛い。こいつ。よしよしよし、攻撃力20。魔法攻撃力も上げたいよな。あれ、ここに現れたか。下かと思ったら、ここだったらさ、普通に切りやすいよね。なんかめっちゃ充電してんだけど当たらんよ。当たらなければどうということはない。雑魚が、砦か。3。魔物の巣は封じられた。ミグラナというものが鬼神と見まごう凄まじい剣技。あの力をもってすれば我らを追い出すことも。これほど魔物がいることは。これなんていうの、下宮の民っていうの。我の一族はこの地に戻るまでしばしこの地で暮らすことを許そう。なんか来た瞬間追い出せるのも悲しいよね。まあでもその民が戻ってくることはない。なぜなら滅びているから。あともうちょっとだ、あと50かな。じゃあその頂きの方まで道を引きますか。あ、ここも封じられんの。封じられねえじゃねえかよ。ちょっとこいつ多分6発くらい必要だよね。当たんねえし。最悪あれだな、魔法で倒すっていうのはありだな。てかさ、向こう岸まで行けなくない。おお、魔物が現れたか。剣の腕は確か、まあ、かっこいいから召喚はしたいよね。ちょっと待って、あの
砦で作んないといけないからさ、その準備ができるまで。じゃあ砦も3つ作ったんで行きますか。暴虐と感謝、経験の書持ったっけ。アロンドじゃねえかよ。一応使うか。1人しか呼び出せないからね。マグン進行、一応ね3方向のところに砦は構えたけど、英雄2人まで召喚できるようになった。マジか、やった、それはありがたい。柵とかどうしよっか。金も一応置けんのか。そういえば一応こことこことここ、ここ、ここいる。まあいいや、置くだけ置いとこう。今のところ上からだけか。まあ来たところを一気に集まってきたところを雷のスーパーサンダーで一網打尽回収、英雄召喚。まあまずはダニエラだな。安定のダニエラ頼む。下からは来てない。どうする。あ、来てんな。ダニエラではなく、ちょっと待って待って、今どっち人を刺した。とりあえず一回撃っとこう。消えよ。アロンゾかヒロトス、ヒットポイントが高いけどな。やっぱアロンゾ攻撃力高いかな。攻撃力でやっぱ押すよね。頑張れー。でこいつらは何に弱い。大地、クエイク。クエイクはちょっとゲヒットポイント高えな。いったいったいった、あいつ早っ。どうだ剣技的に。回復、あこっちから来てんな。いやめっちゃ来てるわ。ってすっげえ来てんだけど。ちょっと待って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 、まず一旦ここは雷やり過ごす。ここを乗り切れば、乗り切ればってさやばいんだけど、進行が半端ない。ちょっと待って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 、どうなってる。一旦消えろ。マジックパワー。え、自らの魔力爆発した。マジか。ちょっと待って、ちょっと神殿がやばい。マジックパワーがない。ダニエラがあれ効いてないな多分。なんか畑、あそこは一気に破壊されたな。神殿への猛攻が多分半端ないことになる。砦を狙ってんな。でもなんとか柵、最悪魔物一個呼び寄せるか。ここら辺に来たやつだよね。あれダニエラ死んだ、もしかして。我が愛しのダニエルちゃんがやられたっぽい。
とか。よし、とりあえず一回撃てる。一回撃てるぞ、消えよ。だ、全然効かねえ。やばいやばい、神殿の耐久度がさ、やばいほど減ってくんだけど。お、フィロトス。頼む、行け。この魔物が強いんだよね。全然変ないんだけど、相性みたいなのあんの？魔法に弱いとか。いや、すげえ硬いもん。全然減ってないよ。一応撃退できた、なんとか。かなり危なかったけど。ミグラナの手で討伐された。どちらが魔物か分かりません。いずれあの刃を我らの方へ向けるのではないでしょうか。ミグラナの勝負。よし、レベルアップ。もうちょっと見ますか。魔物の末へ向かう。危険承知で魔物の発言機を再び暴き出す。魔物は我が。魔物のいない隙なんてあんの？めっちゃ恐れてんな。聞こえているぞ天使。死の記憶などない。お腹とか減らないのかね。てかさ、山ってどこだ？どこへ導けばいいんだ、山なんて。湖を越えた先とか言ってたけど。出てきた。ここ行ける？よし、さっさと封印しよう。マジックパーがどうこうとかも言ってらんねえわ。魔物の砂くすげえ固まってんな、ここに。この落ち武者みたいなやつ結構強い。ほら、これで現れたか。あれ、なんか右に変な鬼みたいなやつがいる。ファイヤーどうだ。ちょっと立ち位置が良くないか。やはり魔法。発言機にはマジで魔法だよな。あれ、右にいるの何なの。ただのオブジェクトこれ。あれ、どっか行っちゃった。あ、現れた。またね。めんどくせえ位置にあんな。気になる、あの炎を掲げている像が。砦か4。彼が魔物と遭遇し深い傷を負って戻りました。まあ、とりあえず生きてはいたのか。代償として、え、死を待つのみとか、そんな重いの。命に関わるほどの傷を受けながら使命を全うした。我の一族に伝わる祈祷、あの者のために捧げてはもらえぬか。義理がたいな、こいつは。八百万の精霊たちの力を借り、我の気を注ぎ込む。主らには主らの祈りがあることは分かっている。いや、それは俺も許そう。ジ、文化レベル上がった。またちょっと街の破壊からやらなくては。すまん、これも街の発展のためだ。君たちには犠牲になってもらおう。滅びよ。ここら辺ちょっとまだあるね。で、下やってから上やろう。日々開拓を進めている。愛と隣地、多くの魔物が潜んでいる。砦が足りていない。
壊したからね。だって一個もないよ今。とりあえず扉を扉じゃなくて取り手を4つ作った。あとはこれを強化していこう。レベル2になってるからね。あれ血に潜む魔物2個しか入らない。あんまり経験の人がいっぱい入んないな。というところで、じゃあ新しい土地ですね、アイトス、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。